はい、実はですね、桜を見る会も盛り土問題とかなりつながっているところがあるんですよね。で、今回はですね、桜を見る会をちょっと振り返ってみようかと思うんですけども、桜疑惑で下関市議が証言、ホテルと契約していない。要するに桜を見る会で、まあ、参加者がホテルと直接契約してるんだっていうのがね、安倍総理の言い分なんですけども、その桜を見る会に参加した方が、いや私はホテルとなんて契約してないよっていうふうな証言があるってことなんですよ。で、これは2月25日の記事なんで、一月ほど前の記事なんですけども、これ見ていただきたいと思うんですよ。これがね、唯一の私たちのちょっと切り札といいますか、期待になるかもしれません、希望になるかもしれません。全国の弁護士が決起ということで、かなり前からこの動きはあったんですけども、法の支配の下で日々業務を行っている法律家として、犠牲者の違法行為疑惑を前に、座視するわけにはいかない。立憲主義と法の支配が回復するよう、安倍首相の法的責任を追及していくということで、法律家の皆さんがね、日々業務をしているわけなんですよ。もう私たち国民を目の前にして、誠実にやってくださるところで、こんなことがね、自分の仕事の延長線上に行われているということは、とても理解できない、腑に落ちない、許せないということなんでしょうね。で、桜を見る会を追及する法律家の会の結成集会で、呼びかけ人を代表している、この泉沢さんですか、この弁護士の趣旨をね、述べておられますけども、当初26の呼びかけだったんですけども、現在は100人以上になっているということです。今はもっと増えてるかもしれないですよね。で、安倍総理を背任罪の疑いで刑事告発したということも書かれています。こういうのにも打ち勝つために、安倍総理はね、黒川検事総長の炎上人事が必要だったんでしょう。黒川さんっていうのは、全くですね、公平性を欠いた判決をして、官邸に対する不利な告発者は、告発で疑いをかけられたね、逮捕者っていうのは全て不起訴にするというね、ウルトラシーをやってのける方なんですよ。で、要するに黒川さんがいる限り、安倍さんは永遠に何をやっても無罪になり続けるってことですよね。いや、どうですか、桜私物化、怒り満開。本当にね、桜だから満開なのかもしれませんけども、タイトルうまいこと書いてもんですよね。市民の会の毛利弁護士がそれぞれ報告に立ったが、このうち問題の首相答弁について、小野寺弁護士はこう指摘したと。ここだけ読んでみましょうか。収支報告をめぐり、ホテルニューオータニを引っ張り込み、挙句、契約主体は参加者などと政治家が後援会員に責任転嫁するなど大問題だ。本当にね、こんなのよく思いつきましたよね。いやー、なんかすごいヘリクスなんですよね。ヘリクスなんだけども、ヘリクス言われると道理が引っ込むところもあるんですよ。この論が破綻していることは明らかだが、そのように主張し続けるなら、政治資金規正法の犯罪構成要件該当性の認定にとって契約主体の確定が重要な争点になる。これどういうんですかね、こういうふうなへりくつに付き合わずに、いやそうは言ってもね、分かってるでしょって、あなたは有罪ですよっていう方がいれば済むんじゃないかと思うんですけども、ただね、弁護士さんもそれから検察官の方も、一番上にいるのは誰かっていうとね、森法務大臣だったり検事総長だったりするわけでしょ。だから上司の気に入るように結局現場も動いていくっていう、この理屈を使えばですね、結局は国の一番の最高権力者安倍総理が座ってる限りは、安倍総理は自分に有利なものだけを手綱を緩めて、自分に不利なものは徹底的に縛くというね、その構図は変わらないかと思うんですよ。どうなんですかね、これはね。どうなんでしょうか、皆さんどう思われます。記事の URL つけておきますので、こういうふうなね、週刊金曜日オンラインですか、こういうふうなね、もしかしたらメジャーな記事ではないのかもしれませんけども、こういうところに、なんかスクープっていうのが隠されているんではないかなと思いますけどね。メディアが大きすぎると、やっぱり政権への忖度が働きすぎたりとか、上司に対する監視の目が厳しすぎたりとかして、思い切ったものが書けないのかもしれないですよね。それは雑誌社一本なんてすぐぶっ飛びますからね。でもね、言ってみれば、ここを指して言うわけじゃないですよ。はっきり言ってね、無責任なネットメディアっていうのはあるわけですよ。私みたいなね、言いっぱなしで、別にそれはこの記事を読んで私が感じたことを言っただけですみたいなね、言い逃れができるところこそ国民の本音が隠されてるんじゃないかなと思いますけどもね。皆さんいかがお感じでしょうか。なんかやっぱり怒るばっかりでダメですね。怒ってばっかりいるような記事を見るから怒っちゃうんですよね、きっとね。もっとね、人を喜ばせるような、励ますような、そんな
発信をしていきたいと思います。すいません、今日はこんな感じでございます。